おお、こいつはうまそうだ。アンティパストはモッツァレラチーズとトマトのサラダです。モッツァ？モッツァレラチーズは脂肪抜きした柔らかくて新鮮なチーズのことです。イタリアではみんな好んで食べてる。トマトを一番最初に料理に使ったのはイタリア人です。トマトを料理させたらイタリア人にかなうものはおりません。これは自慢ではありません、誇りなのです。さあ召し上がってみてください。もちろんすよ。まあなかなかうまいんじゃねえの。うまいよ、かなりうまい。でもなんかよくわかんねえけどよ、味があんまりしねえよこのチーズ。違う違う、トマトと一緒に口の中に入れるんです。何？トマトと一緒に？外国の食い物は所詮な、大抵日本人と味覚が違うんだよ。はあ、うまい！さっぱりとしたチーズにトマトのジューシー部分が絡みつくうまさだ。チーズがトマトを、トマトがチーズを引き立てる。ハーモニーつうんですか？味の調和つうんですか？例えるならサイモンとガーファンクルのデュエット、ウッチャンに対するナンチャン、高森浅尾の原作に対する千葉哲也の明日のジョーつう感じっすよ。グラッツ、喜んでいただいてこの上ないです。おい奥やつ、ちょいと俺にも食わしてくれよ。いやだよ、おめえも注文すればいいじゃんかよ。絶対嫌だもんね。仮に餓死寸前だっつってもやるのは絶対嫌だ。くー、うまい。くー、生まれてきてよかった。くそ、ケチくせえ野郎とは思っていたが、これほどだったとは。しょうがない、俺も一皿注文するよ。オカピート。